皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、ザ・クルー2の時間でございます。イエーイ。はい、というわけで皆さん改めましてこんにちは、新作の部屋の作です。2回目です。はい、というわけで今日はザ・クルー2の時間がやってまいりました。こちらのザ・クルー2は、昨日ですね、昨日18時から22時の間にアップデートが行われました。結構ね、4時間ぐらいのアップデートでかなり長かったんじゃないんですかね。いつもだったら21時ぐらいまでなんですけど、22時というふうに設定されておりました。はい、というわけで今日はですね、こちらのシーズン3エピソード1ということで、また新しい時代が始まろうとしています。時代というか、なんというか、ちょっとあれですけども、今日はですね、また皆さんと一緒にアップデートの内容をじっくりと見ていきたいと思います。と同時に、また新しいマシンとかそういったのも簡単に一緒に見ていければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはこちらの方ですね、イーストコースト最速のラリーに参加しようということで、今回はラリーがメインなのかな。イーストコーストが舞台の新たなタイムアタックイベント、そしてより挑戦しがいのあるライブサミットシステムを、挑戦しがいのあるということは何かあれかな、最近ザ・クルー2を始めた人にとってもプラチナが取れるような、なんかそういったシステムがあるんでしょうか。そして新たなマシンやバニティということで、新たなライブサミットやテーマ、そういったイベントなども登場ということで、それでは早速コンティニュー行ってみたいと思います。今日は皆さんと簡単に見ていければと思います。ザ・ヨングスピードツアーイースト、アメリカ国内の名所を巡る高速ツアーです。時間と勝負する最速ラリー、8週間8つのステージ、8つのスペシャル、ニューヨークからニューヨークへ、モーターフリックスに近日登場。どうも、モーターフリックスのララよ。例のザ・US スピードツアー面白そうだと思わない？興味あるでしょ。イースト大会への招待があなたに届いてるの。一緒に走るのは実力派チーム揃いよ。パルスパフォーマンス、スパローコンペティション、グローモータースポーツ、スピアレーシング、みんな腕のいいドライバーばかり。トップでステージを駆け抜け、景色も楽しむといいわ。期待してる。最高の走りでその名を刻んできて。はい、というわけでここからがメインとなります。今回のシーズン3エピソード1の内容ということなんですね。プレミアムモーターパスを選択購入ということで、プレミアム、こんな感じでいろいろとねついておりますが、一応これが8万と15万ということで、50ティア全てのリワードのアクセス権を入手し、以下を直ちに獲得ということになりますね。こちらの方はモーターパスバンドルということで、アクセス権12ティアを解除して直ちに獲得するのが、KTM クロスボウであったりとか、こういったのがゲットできますよということになりますね。で、こちらの方ですね、デイリーチャレンジといいますか、この1番から順に、いきますけども、12まで解放するとなると、ここまでは解放できるということになりますね。で、その後また車が増えて、スーツなどが増えまして、ヘルメットであったりとか、バニティアイテムですね、ほとんどはバニティアイテム。このニトロかっこいいね。これかっこいい。このニトロはすごいかっこいいぞ。はい。で、またポルシェがもらえると。ここでやっとポルシェがもらえるということですね。で、後にどんどん進んでいきますと、このスモークもかっこいいですよね、これね。で、あとは、こんな感じで続いていって、目玉となる車というのがこちらですね。フォードフォーカスということになります。いい感じなんじゃないかなと思います。セーフティーカー。これ欲しいな。これ欲しいですね。セーフティーカー欲しいですね、これね。はい。いやー、とりあえずこんな感じになりますよということで。で、買う方はプレミアムモーターパスを購入ということで、こちらで買うことができますということになりますね。はい。というわけで、やってまいりました。シーズン3エピソード1の概要ということで、これ S3E1 の概要って、これ略しすぎやろ。これ、略しすぎやろ。これパッと見分からへんわ。 S3E1 の概要って何やねん。これサリン3とかって思ってしまうよね、これね。はい、 S3E1 の概要ということで、多分これまたホワイトアウトしそうな感じするんですが、フォード GT のセーフティーカーがゲットできるということで、これセーフティー、あとはウェルカムパップ、この辺は後でちょっとじっくりとね見ていければと思いますんで、まずこれ概要見れるかやってみたいと思います。詳細についてはブログ記事をご覧くださいということなんですが、見れますでしょうか。
では早速簡単に見ていければと思います。ザ・クルツシーズン3エピソード1と US スピードツアーイーストということになっておりますね。では簡単にまずこちらの方を見ていきましょう。無料アップデートであるザ・クルツのシーズン3エピソード1、スピードツアーイーストは Xbox シリーズとか PlayStation 5を含むすべてのザ・クルツのプレイヤーが7月7日に利用することができるようになりましたということになってますね。新しいエピソードには新しいタイムアタックイベント、そして車両、エピソードの開始直後に利用可能な新しいモーターパスが含まれていますよということになってます。車両、ライブサミット、そして、まあ、生活の質の変化みたいな感じかな。バニティアイテムとか、新鮮なライブコンテンツを定期的に、ゲームに展開していきますよというふうに書いております。こんな感じになりますね。そして、あとは、下の方ですね。こちらの方に行くと、これ今回ツーリングカーが主にメインになってるそうなんですよ。スピードイベントみたいな感じですよね。昔スピードジャンキーっていうのがあったけど、そんな感じなのかな。ちょっと、まあ、まだ、やってないんで全然わからないんですけどね。はい。そしてこんな感じですね。新しいタイムアタックイベントのプレイを開始ということなんですが、こちらの方は、アメリカの東ですね、東部全体で新しいタイムアタックイベントを実験するようにプレイヤーを促しますと。より長いレースと、ハードバリアが相まって、すべての、まあ、フレンドさんですね、友達の中で誰が最速かを決定するための、真の競争環境が保障されますということで、まあ、こんな感じですね。クルーとして参加することもできるし、スリップストリームが、エッジを提供する場合、一部のタイトなコーナーでは最大限に活用するために最高の車の精度が必要になりますみたいなことが書かれております。はい。そして下の方に行きますと、7月7日からこちらの第1ステージが新しいイベントとして、全プレイヤー全ての人に利用可能になりますと。そして8週間で追加のイベント、またアメリカの東部のランドマークを別のランドマークに集める機会が提供されるということですね。コミュニティで人気のあるレースのリストから選択されて、スピードツアーのタイムアタックレースとしてプレイされるように変更された既存のイベントが毎週カレンダーに追加されるということになってますね。うん。まあまあ、いい感じで、変わっていくんじゃないのかな。8つの新しいイベントがあるということですね。タイムアタックモードに再パッケージ化された8つの追加のスペシャルイベントをお楽しみいただけると。まあ、エピソードが終了するまで毎週2つの新しいイベントのロックが解除ということになっておりますね。そしてメニューの専用タブ、まあ、これは大丈夫か、アクティビティに関しては大丈夫ですね。はい。でここからですね、新しい車両とバニティアイテムということなんですが、各アップデートでプレイヤーが楽しんでいるこのビークルですね、車両のドロップ、モーターパスとは別というですけども、これを継続してますということで、ラインナップを見ると、まあ、プレイヤーは、まあポンティアックですね。ポンティアック、ラリーレードと、あとは KTM クロスボウですね。これはアルファグランプリということになっておりますが、あとは、まあ、ラリーですね。ラリーとアルファグランプリが結構多いと、操縦するチャンスがあります。あとはポルシェ、カレラ 911RSR ターボ。これがツーリングカーと、そしてこれは全部7月7日にリリースされるということになります。で、エピソードの期間中はさらに多くの車両が追加されますというふうに最後書かれておりますね。非常にいいことなんじゃないかな。うん。で、こんな感じで、まあ、クロスボウであったりとか、いろいろと車がね、追加されております。ポルシェは結構熱いよね。ポルシェはね、結構熱いと思いますよ、これ。うん。で、7月7日にバックル、お金またはクルークレジットで購入できるようになるということ。バックスですね。ごめんなさい。バックスですね。そして、あとは、モーターパスですね。こちらの方にモーターパスがありますが、ここが、まあ、カレンダー的なところなんですけども、これがシーズン3のエピソード1、モーターパスということで、新しいアップデートでモーターパスに期待される内訳は次の通りです、みたいなことを書いてますが、こんな感じですね。うん。いいんじゃないでしょうか。で、こちらが新しいライブサミットということになりますね。競合する者にとってライブサミットの最新のパッチは7月7日に、まあ、始まるということで、この辺も後でちょっとじっくりとね、皆さんと一緒に見ていければと思います。はい。それで、おっと、また追加車種があるんですね。コルベットですね。こちらの方がプラチナ報酬、7月14日。最初のプレミアムライブサミットは7月14日に開催ということで、これが多分、プラチナ報酬で、車がゲットできるサミットのことだと思いますが、こんな感じですね。7月7日はほんの始まりに過ぎませんと。こちらのエピソード1、これがね、
スピードツアーイーストが全米を皆さんが旅する中、コンテンツのドロップとテーマ別の1週間は定期的で新鮮な新しい体験を提供し続けますみたいなことを書いてあるんじゃないかと思っております。はい、もしご訳があればご指摘いただければと思います。なるほど、これ結構いいかもしれませんね。これね、追加車種が結構マニアックな車ですね。クロスボウ、特にこれ最近私ね、フォルツァホライゾン4でね、ブールっていう車ゲットしたんですけど、これ本当よく似てますよね、これね、ブールにね。はい、では次行ってみましょう。では次はこちらですね。プレイの快適性改善ということで、これが各種変更も実装されますということなんですが、これを確認してみたいと思います。でもまあプレイの快適性改善ということですから、まあアップデート内容とはまた違うので、その辺は何とも言えないですけども、まあ開発チームは待望のザ・クルー2に、まあいくつかの改善に時間をまあ費やしましたよみたいな感じでね、頑張ったぜみたいなことを書いてあると思うんですが、あとはまあこちらですね、ライブサミットの方でこれが報酬が変わるのかな。ライブサミットでか、これ1万1000になってない？嘘、21,000、前3,000でしたよね、これ。あ、ちょっと待って、ライブサミットで、最も人気のあるゲームモードの一つであり、これプラチナ報酬11,000になったんじゃないの、これ。11,000以内になったんじゃない？人口の違いによってプラットフォーム間の不一致に悩まされていることに気づきました。そうやろうが、おかしいと思ったよ、ほんと。分析したところ PS4 と PC のプレイヤー、 Xbox と Stadia のプレイヤーによりもはるかに強い課題に直面。いや、そうやっておかしかったやん。だって PC とかやったら余裕で取れるよっていう風に結構視聴者さんに教えてもらったもん、これ。あ、これガチやわこれ、いやちょっと待って。だからこれプラチナ報酬1万1000以内でいけるってことですよ、これ。昔これ3000だったもん。全プラットフォームで3000だったんですよ、これ。確かそれが1万1000で、やっぱり人口が多いからそれに気づいたんですよ。全然取れないって言ってね。でゴールドが2万1000、4万1000ということで、 PC も少し増えたのか、そして Xbox はこんな感じで、まあ一番右に至ってはもう全然やな、これ。狭きもんですね。うわ、そういうことか。うわー、でもこれはもうあれですね。まあ、僕みたいにプラチナなかなか取れないよとか、あとそのね、最近始めた方が、なかなかね、パーツ揃ってないから全然取れへんやんっていう方にとっては最高のアップデートですけど、過去今までですね、やっぱり3000以内に入るためにめちゃくちゃ死に物狂いのね、特訓をして、まあ、プレイされてきたプラチナ勢のガチの方にとってはもう解約ですよね。こういうことされると、ちょっとやる気失うんじゃないかなと思ったりするんですけども、私にとってはまあ、自分自身のこともあるけど、やっぱり全プレイヤーのことを考えると、まあ、いいアップデートなんじゃないかなと思いますね。まあ、全体として、Xbox と、まあ、ライブサミットをより競争力のある体験する一方で、主に PS4 とね、プレイステーションと PC でより多くの参加者の皆さんに報酬が与えられるというふうに、なっておりますので、いいことです。あとはこれスターレベルでアクセス可能なライブサミットということで、今後すべてのライブサミットはスターレベルでアクセスできるようになりますと。これスターじゃなかったらアクセスできなかったわけ？これもう覚えてないですよね。新規参入者のために、まあできるだけ多くの、まあ障壁、まあそういった壁を取り除くことを目的としてますということになってますね。あ、いいことですね。これはいいことだと思います。で、ライブサミットのチュートリアルですね。まあ、機能を紹介する簡単なチュートリアルを追加ということになります。ご意見を聞かせてくださいねってなってます。ぜひどうぞ。はい。イベントを完了するための追加の報酬ということで、すべてのプレイヤーの皆さんの関与を強化するためにイベントを完了するためのより小さな報酬を与えていますみたいな感じです。より高い報酬のヒエラルキーというか階層ですね、まあ、に到達できなかったプレイヤーに付与される報酬が増加ということになります。あ、いいですね、これは。うん。これは非常にいいことかもしれません。もう、あとどうでもいいや。もう、あともうどうでもいいわ、もう本当。パフォーマンスパーツ関係とかも、こんなスイッチ関係もどうでもいいわ、もう。はい、これ。もうすげえアップデートやな。ある意味すごいアップデートですね、これね。あ、チェックポイントの修正来てるな。これはどういう修正だ？定期的にまあ議論されるもう一つの話題ですよと。設計と特定のチェックポイントの配置によって一部のプレイヤーは非常に効果的なショートカットを見つけることができたと。
ザ・クルーツに存在する、もののいくつかは意図的に作成されており、特定のレースやイベントの初期設計の一部ということで、まあ、ショートカットできるコースではやっぱありますからね。まあ、これはまあ、まあ、いろんな方法のプレイ方法を変えていたことも事実ですみたいな感じで、書いておりますね。ああ、まあでもまあ、それはいいんじゃないでしょうかね。へえ。まあ、この辺特に、見たところそんなに大幅な修正がない、フォルツホライゾン4みたいに厳しくなるとかそういったのは特に書かれてはいないですね。調整とか50近くのレースを調整っていうのを書いてますけど、まあでもそんなにね、50近くの修正で70近くのレースをレビューしましたよと。まあこれで特にそんなあれはないか。ああ、なるほど。より良い環境で友達とのレースを楽しむことができるようになってますということで。うん。修正が必要な他のショートカットを見つけた場合は、まあ、お知らせくださいということになっておりますね。はい。まあまあ、別に問題ないかなと。うん。ストックタイヤ。まあ、この辺もいいんじゃないかな。ストックタイヤで何が追加されてるんですか、これは。こんな感じですね。補強アスファルト。滑らかな補強アスファルトタイヤ。ホワイトウォール。ヴィンテージアスファルト。パフォーマンス。クラシック。クラシックトレイルとか、そんな感じですね。スリックアスファルト、ストレッチアスファルトとか、そんな感じですね。はい。クラシックモンスタートラックとか、あ、まあ、この辺はまあ、いいんじゃないかなと思います。すごいアップデートやな。これはすごいアップデートやな。これはすごいぞ。はい。で、パッチノート S3E1 見ましょう。これ見てみましょうね。これはもう別にいいか、読まなくても。まあでも一応見てみようか。はい、やってきましたよということで、アップデート、これはもう簡単にもう修正されたところだけ見てみよう。まあ、27.6GB ですよと。PS は、プレイステーションは26から 29GB ですよみたいな感じです。あとは、どうでしょうか。90個の新しいバニティアイテムを追加ということになってます。この辺はまあ毎週リリースされますって書いてますね。モーターパス58ということになっております。8つのスモーク、タイヤ20、16のアンダーグロー、9ニトロ、12ホーン、9のウィンドウの色合い、8つのルーフ、4つの衣装、4つのヘルメットということになってますね。あと修正としてコックピットビューで、衣装の低品質が改善かな、これは。はい。そして衣装、マスクに関係して影が立っている時の品質、低品質のテクスチャー。ちょっとこの辺よくわかんない。ごめんなさい。ごめんなさいですね。修正済み、シアンディープブルーイエローのサイドブレーキのアンダーグロー、低解像度が存在していたと。これを直した。はあ。ボートでプレビューしているときに一部のバニティホーンの効果音が再生されない。よく気づくよね、これ。ほんといつも思うけど。もうあとはもう、この辺は先ほど言いましたね。タイヤが追加されているのはもう今見ましたんで。そしてこの辺ですね。サミットですね。サミットに関してサミット機能の作り直しというか、スターレベルの名声でアクセスできるようになりましたっていうのと、報酬の敷地かな、これは。はい。で、これが更新ということで、これは先ほど説明した内容ですね。そしてチュートリアル追加で、4つのプレミアムサミット、そして、5つの新しい気分のサミットみたいな感じかな。で、プレイヤーがエスケープスキル、また飛行機、ボートを使用できる、エクスプロイト。これが修正済みということになってますね。特定の高度を超えて飛行しているときに、ライブサミットムードが機能しなくなる可能性は、そういうのがあったんですか？そうなんですね。ホビーに関しては、新しいホビーが追加ということですね。ゲームモード。これに関しては、新しいタイムアタックゲームモード。で、各トラックの難易度のゴースト。お好みのゴーストを倒してください。これを世界記録のゴーストとか、友達のゴーストとかを選べるということですね。これね。これすごいですよね。ワールドレコードと戦えるっていうことですよ。ゴーストで。これは面白いかもしれないですよね。ここにね、フレンドさんの名前が出たらすごいなという感じです。エピソードごとに16のイベント、そして8つの新しいイベント。まあ、ラリーレイドが2個、ラリークロス2個、アルファグランプリが2個、ツーリングカーが2個増えましたよということになってますね。はぁ、すごいすごい。うん。8つの厳選されたイベントでタイムアタックモードで利用ということで、あとはスタントモード、スタントスコアが個別になりましたということになってますがね、インディビジュアルということで、あとはクルーアクションのスコア減少、これはよくわかりません。モーターパスがエピソードごとにまた新しいモーターパス増えて、50の報酬ティア、またモーターパスか、またモーターパスか、まあこれはまあ予想しとったわ。
で、パフォーマンススイッチですね。この辺はよくわかりませんね。最小限の入力で、すべてのパフォーマンスパーツのある車両から別の車両に転送する機能、アクティビティメニュー。ちょっとごめんなさい。よくわかりません。言ってる意味がわかりません。で、車両に関しては先ほど見ました。こちらの車両に関しては、見ましたよと、フォンティアックの GTO が追加。ポルシェカレラ 911RSR、そして KTM クロスウォー、フォンティアック。で、あとライブサミットの報酬として、シボレーコルベット。こちらがゲットできますよということになっておりますね。これはまあまあ、いいことなんじゃないかなと思ったりはします。はい。で、モーターパスで、911RS ターボ、ターボパルスパフォーマンスと、あとはクロスボウのスピアレーシングエド、ポンティアック GTO のコンペティションということで、フォードフォーカス、あとはシーズンを通してもっと明らかにされるというふうにね、書いておりますんでね、ここね、シーズンを通して、もっと明らかにされると、ここに書かれておりますんで、これはまあ、楽しみに待とうかなと思いますね。ブガッティエメラルドエディションですね。ブガッティエメラルドエディションのホイールのロゴは、ホイールが回転し始めると緑色ではなく青色に変わります。どうやって気づくねん。どうやって気づくんですか、こんな。よっぽどやな。まあ、まずエメラルドエディション持ってないから僕は気づくわけない。特定の気象条件でコックピットビューでルノーの内部に雪が現れた。めちゃくちゃおもろいな、これ。そうなんだ。ベントレー、バカラル。ストックリムを、交換した後購入する必要がある。これはちょっとよくわかりませんね。へえ、なんか面白い。この修正って結構意外と見るの面白いんですよ、これね。これ面白いね、これ。ワールドですね。世界、ワールド、ビジュアル&オーディオで、長いイベントを完了した後に戦利品を収集するとエラーメッセージが表示される場合がありということになってますね。ほうほう、なるほど。フィニッシュラインの直前実行されたアクション中に獲得したポイントはリーダーボードで考慮されませんでした。これもよくわかりませんね。まあ、これもよくわかりませんので、もう追加、もうなんやかんや、もうあれしましょう。4番目のプレイヤーは、イベントの開始後、開始グリッドアニメーションからの速度保持。よくわかりません。ニューヨーク、マンハッタン西の地形と道路の間の空きスペース。これがどういう風な修正だったんだろうね。シカゴエリアの駐車場を飛び回る車。めちゃくちゃおもろい、これ。マジで飛び回る車がある。これ見つけたかったな、これ。動画にしたかったな。はい。都市とハウスの新しい季節のポスター。あ、これは後で見てみましょうね。また後でっていうか、また次の動画でね。次の種類のショートカットということで、ブラックヒルズイーストとか、キャニオン関係、バイクスピーク山脈とかよくわかりませんね。この辺はちょっとよくわからん。これはちょっとごめんなさい。全然、もう全部割愛します。はい、全くわかりません。そしてこれは、この辺はどうですか？何か変わったところありますか？新しいメインメニューとか、この辺どうでもいいですよね。専用ベルのアートとか、新しい HQ バスと更新されたポスター。フォトモードに嵐が追加されましたと書いてますね。ここね、フォトモードに嵐追加ということになりますね。そして車両内に座っているときに、ビューハンドル、まあ運転席視点を選択するとプレイヤーが車両にリダイレクトされました。これあまりよくがわかりませんね。はい。で、あとはまあ言語変更したりとか、なんかその辺のことがよくわかりませんけども、ちょっとこれ。煙、このスモークのアイテムをプレビューしているときに、モトクロス車両の前輪が床を切り裂いていた。めちゃくちゃ面白いな。そういうことがあるのか。フリーザの技やないか。いや、まあでもまあまあ、結構面白い。これは面白いですね。はい。よしよし。じゃあ早速これサミットの方行ってみたいと思います。いや、散々な結果やな。フォロワー稼ぎっていうのバレバレじゃねえか、これ。はい。ではですね。新しいサミット始まりますということで、早速見てみようと思います。あ、15万フォロワーになってしまったね、これ。だから結局、プラチナ報酬が減るから、そういう風になってしまうってことが、おっと、来ましたよ、なんか。はい、サミットのメイン要素、ハイライトということで、イベントスキルを完了してランキングをランクアップ、限定のウィークリーリワードを入手できるテーマ、そして毎回追加で1回限りのリワードが登場ということになってますね。これ新しく始まりました。で、ここですね。はい、来ました。皆さん、プラチナトップ1万1000ということになってまーす。はい、ゴールドがトップ2万1000。これゴールドって、なんぼ？ 7000 ぐらいだっけ前。8000だったかな？忘れましたけど。はい。
そしてここにスピードトラップとかエアロバティクスとかエスケープ出ましたけど、リワードでここでまあ4万5000円もらえるようになったと。これをクリアすると4万5000円がもらえるっていう風になりましたね。で、ここをクリアするとリワード15万ってことかな？よくわかりませんね。これはちょっとまたやってみないとわかりませんけども、とりあえずまあ見ていきたいと思います。そして、これですね。来週は、シボレーがもらえると。コルベットがね、マニアックなコルベットですが、これがもらえるようになるということで、こういった感じでまた新しくね。この911カレラ RSR ターボというのはまた新しいマシンですから、それは今持ってないでしょう。そして次に行くとまたこんな感じ。ルーフトップ50年代ホリデー。これいいですね。そしてまたこんな感じでどんどん続いていくという形になりますね。これはいいと思いますよ。これは非常にいいと思います。はい。なるほどね、なるほどね。今簡単に一度走ってきました。ストリートレースを走ることによってリワード15万プラスになったということなんですかね。おそらくそういうことだと思うんですが、なので、ここを走ると今度はこのリワードをもらえますよということですね。なので、スピードトラップ、ここを一回走るだけでは何ももらえないということなんでしょうかね。はい。そのあたりは少し検証が必要かなと思います。あとはこちらになりますね。シーズン3のエピソード1ということで、今は 0% なんですけども、こういった感じでまたね、増えてきますということになりますね。ワールドレコードが2分51ということで、ちょうどこれ左のね、丸からずーっと地図みたいに、こう貼っていってる感じがしますけど、これでずーっとこういう風に進んでいって、最後にまたニューヨークに帰ってくるというのが、それが一連のプランということになりますね。こういったのはカミングスーンなので、まあ、一気に走り抜けるというわけではなくて、ザ・クルー1のランドマークツアーのようにやるんじゃなくて、普通にここでレースとして走っていくということになっていきますね。今日はこのアップデート解説動画ですので、ここは走りませんけども、また明日以降、ここ走ってみたいと思いますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、お疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。はい。というわけで今日はですね、ザ・クルー2の最新アップデートの簡単解説ということでした。少し漏れがあるかもしれませんが、どうかご容赦いただければと思います。はい。というわけで、また次回以降ね、新たな車両の獲得であったりとか、新たなレースへの参戦であったりとか、ザ・クルー2これからも楽しんでいこうと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。